あれ、トクちゃん新しい動画アップしてる。え、何このサムネ、スーツ着てる。視聴者の皆さん、この度は不快な思いをさせてしまって本当に申し訳ありませんでした。え、謝ってる。え、謝罪動画じゃん。え、なんかトクちゃん謝罪するようなことしたっけ。過去の動画に一部不適切な部分があり、今回このような謝罪の場を設けさせていただきました。それぞれの動画についてお詫びさせていただきます。そんな動画あったっけな。まずはこちらの動画です。お、8000人見てんじゃん。やば、お前ら暇だな。ん、お前ら、なんだ。トクちゃん今日夜ご飯何食べましたか。うん、アイドルかな。興味ねえだろ。夜ご飯はとりあえず板わさとビール胃にぶち込んだ。マジうまい。すごい、結構毒舌だな。喋り方うざい。だってお前のがうぜえからまずは喋れよ。文字でしか言えんやつが喋り方を指摘すんな。お、結構突き放すタイプだ。やば、言い過ぎ。ということで眠いから寝るわ。あ、終わる。お疲れ様でした。おやすみ。あ、終わった。あ、でもこういうのが逆に人気だったんですんだね。よし、はあ。ん、あ、もしもし。うん、今配信終わったとこ。切れてない。疲れた。あれ、切り忘れて電話してる。え、これ本人気づいてないパターン。え、やばいねこれ。声聞けて嬉しいよ。会いたいな。ね、明日会いに行ってもいい。彼氏って、彼氏かって言われてる。放送事故。やばいやばい。あ、そういえばこの前、渋谷行ったらユカに似合いそうな服見つけたの。ユカ？水色のワンピース。ワンピース？絶対ユカに似合うと思う。今度買って持っていくね。ユカ？いやー、やっぱりユカが元気になったら一緒に買いに行こう。うん、大丈夫だよ。手術さえ受けられれば絶対治るんだから。ん？手術？なんだ？うん、気にしないで。私じゃなくて配信見てくれるみんなのおかげだから。裏でいいやつのパターン。ファンのみんなが本当いい人だからさ、アンチもいるけど応援してくれる人もいるし、ファンのみんなのおかげで少しずつだけどお金貯まってきたから、あと30万くらい必要だけどすぐに手術受けられるよ。あ、すごい、裏でいいやつって方の本性がバレてる。こちらの動画に一部不適切な部分がありました。配信切り忘れて本性がバレた回ね。で、本性がめっちゃ優しい性格だったっていう。どこだ。確かに前半かなり毒舌だったから、それかな。動画内に水色のワンピースという表現がありましたが、正しくは空色のワンピースでした。空色。大変申し訳ありません。え、水色が空色だったことへの謝罪。いや、誰もそこ気にしてないよ。言わなければわかんないし。水色並びに空色関係者の皆さん、申し訳ありませんでした。誰だよ水色と空色の関係者って。こんなこと謝罪してたらキリないから。優しい性格が裏目に出ちゃってるな。続いてはこちらの動画です。あ、トクちゃんが生配信やってる。前配信切り忘れた時以来だな。は？今日は特に何もしてねえよ。お前らと一緒でツインテールいつもより2ミリ高いねって決めえな。マジでこっち見んな。おい、コメントマジでセンスねえな。マジでこっち見んなよ。うわー、相変わらず毒舌だな。配信やっといてこっち見るなんて結構無理あるけどね。おい。ん？は？何やってんだよいつまでも。おい、勝手に入ってくるんじゃねえよ。勝手にって、お前いつまでこんなことやってんだ。え、誰？は？関係ねえだろ。いつまでこんな生活続ける気なんだよ。え、お父さん？お父さん入ってきた？ちょ、今配信中だから。いい加減にしなさい。怒られてる。もっとまともな生活送りなさい。うわ、やっぱ親には反対されてんのかな。まったく、いつまで家族のために働いてんだ。え？は？配信中なんだよ、黙れよ。え、家族のため？広告収益全部お父さんの口座に入れるのやめなさい。え、マジで？入れてねえよ。あ、視聴者の皆さん、収益は全部競馬とパチンコにぶっ込んでるから。この前は配信で稼いだお金で病気の友達の治療代払って、今度はお父さんのため？自分のために働け。あ、やっぱ本当はいいやつなんだ。ミツルにも算数教えてあげてるって聞いたぞ。無理しないでくれ。あれ全部嘘教えてるから。算数って言いながら太鼓教えてるから。そんな嘘通じないだろ。あとあれだ、捨て猫全部拾ってくるのやめなさい。うちに猫がめっちゃ増えてるだろ。うわ、いい人だな。ちげえし、たらふく飯与えてチーターにして町に放ってやろうと思って。チーターにならないだろ、猫育てても。もう言い訳も苦しくなってきてるじゃん。あとあれだ、 YouTube のミュージックビデオのコメント欄に歌詞全部載せてるのあれお前だろ。なんでそんな一円にもならないこと。 あれトクちゃんやってるんだ。あれめっちゃ助かるけどな。やってねえから。ん？なんだこのコメント。え、暴露系チャンネルに暴露されてる。マジどんな内容。暴露。あ、これか。配信者トクちゃん街で路上喫煙。え、路上喫煙、これはさすがにやばい。
した人が吸ったタバコを全部拾ってエコバッグにリサイクル。うわすごい、めっちゃいい方の暴露だった。てか技術すごいな。いやこれ証拠あんの？勝手に言ってるだけだから。いい方の噂否定するのエガちゃん以外で初めて見たわ。こちらの動画にも一部不適切な部分がありました。お父さんが乱入してくる回ね、謝るところあったかな。動画内で私が捨て猫を拾って自宅で飼っているという知事の発言がありましたが、厳密には捨て猫かの間違いです。勘違いさせてすみません。え、捨て猫かかってどういうこと？猫だけでなくライオン、ヒョウ、サーベルタイガーも平等に愛しています。ライオンとかも飼ってるってこと？どういうこと？ライオンを道端で拾うことあるの？これ嘘だよね。これはこれで嘘だろって炎上するよ。続いての動画です。気になって話入ってこないって。知ってる？この生配信切り抜きで回ってきたんだけど。あ、トクちゃんじゃん。もともとニコチューブにアップされてたんだけど、内容やばすぎてニコチューブ側に削除されちゃったんだよね。そうなの？なんか過激な発言とかした？トクちゃん毒舌キャラだし。いや、そういうわけじゃないけど。心霊現象とか？あ、違う違う。まあ見たらわかるよ。お酒飲んで体ポカポカしてきた。お酒飲んでるんだ。なんか酔っ払ってる？可愛いじゃねえよ、うるせえな。静かにお酒飲ませろ。毒舌だな。だけどなんか酔ってていつもとテンション違う。ほんとお前らはうるさいとよ。ああ、博多弁出ちゃってる。え、なんか最高に可愛くない？でしょ。だから消されちゃったんだよね。え？見てこれ。ニコチューブの公式ツイッターが理由公表してて、うん、可愛さがセンシティブで過激すぎるため動画は削除されました。だって。何この削除理由。可愛さがセンシティブって聞いたことない。この可愛さは世に出したくない、独り占めさせていただきますとも書いてある。すごい私利私欲じゃん。運営終わってるだろ。これはチャルミス、あ、チャミス、チャミル。酔っ払って喋れてない。可愛い。新作のニューバランスぐらい可愛い。あんま靴と比較しないで。マジ普段なら家からなめんなよ。あ、なんか自分で言い間違えたのに切れてる。可愛い。髪の毛ちょっと切った。え、嘘、わかると？あ、すごい嬉しそう。あー、うるせえな。切ってねえよ、引きちぎったんだよ。あ、今一瞬喜んじゃってたよ。本音出ちゃってた。お酒無理してないもん。もっと飲んだるわい。うわー、あんな威勢張ったのにほろ酔いだ。これは可愛い。次何飲もうかな。ハイボール？じゃあ私も同じの飲むわ。あ、同じの飲んでくれるんだ。嬉しいやつだ。乾杯。普段独自だからギャップがすごいな。これは可愛いわ。運営もかなり事態を重く受け止めてるみたいでさ。可愛いだけで？配信者本人には厳重な注意を行いますって公表してる。なんて注意するつもりなんだろう。可愛すぎるって伝えるの？まだ飲みたい。ツインテール、ツインテールだるいな。帰るわ。ん？次ツインテール可愛いってコメントしたやつできんな。あ、ポニーテールだ。普段ツイテールなのにいつもと違う一面見せてきて逆に可愛くなっちゃってる。これは全男子部員がドキッとするやつだよね。なんで部活生限定なの？ちょっと暑い、寝巻きにする。え、着替えんの？あ、もしかしてこれが過激すぎたとか。パジャマでやるわ。文化祭のクラス T シャツだ。クラス T シャツを寝巻きにしている。物持ちの良さとちょっとだらしない感じがダブルでポイント高い。あ、たこ焼き食べたくなったな。なるか。はいはい、これね、トクちゃんが酔っ払ってる神回。この動画一度削除されてから運営と話し合って再アップされたんですけど、こちらの動画にも皆さんに謝らなければいけない箇所があります。どこ？背景です。背景？後ろにある本棚の位置が風水的に間違っていました。風水はいいよ。本棚の位置とかも分かんないから。風水、知り合いの風水師さんに言われたんですけど、ドアのそばに本棚を置くのは絶対に避けた方がいいらしくて。信じなくていいよ。で、謝ることじゃないからね。風水師さん曰く、この配置の場合私の運気もすごい下がるし、そのん、この動画を見た人の運気も下がっちゃうらしくて、具体的に説明すると、その、あー、ごめんなさい。とにかくこの動画を見ちゃった人、本当に本当にごめんなさい。怖い怖い怖い。そこまで謝られると何が起きるか分かんなくて怖いよ。どうかお許しください。謝らないでほしい。めっちゃ不安になるから。こっち続いての動画がこちらです。なんだこのコメント。黒パンダさん、誰こいつ、知らないんだけど。なんかアンチみたいなのいる。配信してるだけで金もらえて楽な人生だなって結構ひどいな。おー、アンチか。アンチ湧いてる。人気出てきたからな。トクちゃんの配信は暗い気持ちを晴らしてくれる、視聴者との距離が遠すぎずしが応援したくなる、ただ一点テンションに波があっていい時と悪い時の差が激しい、ただそれ以上にひたむきに頑張るところ尊敬してます。あ、けなしながら褒めることを忘れてない。褒め3のけなし1だ。
言われて嫌な気がしないかもな、これなら。悪いな、腹減ってる時お前らに当たり散らかすの気をつけるわ。あ、徳ちゃんも素晴らしい、ちゃんとこう受け入れてる。とファンの名前もっと覚えられるだろう、そういうところあかんよって。まあそれはね、なんとも言えないけどね。ん、あ、さっきの人、先ほど日本語の誤りがあったため訂正いたします。ラヌキ言葉になっていました。わ、しっかりしてるな、ちゃんときちっと自分の非を認められるアンチだと。慎んでお詫び申し上げます。アンチなのに慎んでる。なんかツイッターにもアンチ来た。ツイッター？もっとゆっくり喋れないの、早口で何言ってるか聞き取れん。うわ、ツイッターでダイレクトメールで来たのか、きついな。私は横波市役所に勤務している上野隆と申します。顔写真もついてる。あ、すごい、ちゃんと身分明かしてる。職業と本名と写真送ってるよ。七三分けだし。あ、正々堂々アンチしてて偉い。顔も身分も明かさないアンチよりマシ。もうちょい言葉遣い綺麗になったら完璧。すごいな、みんなも称賛してる。ごめん、顔晒しちゃったわ。正々堂々してるな。ん？また来てるな。最近企画がマンネリ化してる。コメント読みだけで持つのも最初のうちだけだぞ。スパチャ10,000円。あ、スパチャしてる。アンチだけどスパチャはしてる。確かに最近飽きる時もある。スパチャ10,000円。売れて調子乗ったか。スパチャ50,000円。もう一回自分を見つめ直す時。スパチャ100,000円。あ、アンチコメントあるけどみんなスパチャしてる。ちゃんと本名と顔写真だ。あー、泣いちゃった。さすがに今のはきついか。ありがとう。え、こんなに言ってくれるのお前らくらいだわ。感動の涙だった。アンチコメントで感動の涙流しちゃう回ね。この動画にも謝罪ポイントがあるんだ。この配信してる時全然やる気なかったです。あ、シンプルにお腹が空いていて普通にやる気がなかったです。それ言わなきゃいいよ、言うだけ損だよそれ。最後の動画です。かわいいかわいい、うるさいとよ。誰が陽一くとれとね。あ、また酔っ払ってる。すごい博多弁出てるな。なんかダチと飲んでチカッパウマか、あれ、あのなんていうか、あの屋台見っけったっちゃけど、お前らには教えてあげんとよとよ。方言と言うで何言ってるか全然わかんないけど、友達と飲んできたって言ったのかな。博多弁出てた。もう東京住んで5年だけど酔っ払う出ちゃうとね。はぁ、あ、なんかめっちゃ冷えるとね、あれ、あの暖房のリモコンいつもの場所にないと。相当酔ってるな。てかなんかいつもこんな感じの部屋だっけ、引っ越したのかな。え、後ろ、え、後ろ、え、なんかいる。え、怖い。え、不審者、ストーカー。開けて。え、怖い。開けて開けて、鍵開けて開けてって言ってる。怖い怖い。配信止めて。警察呼ぶとよ。トクちゃん、なんで名前知ってる。視聴者、配信見てたから。え、やばい、ストーカーか。怖い、ストーカーの視聴者隊。違う違う違う、家来るとかありえんとよ。どっか行けよストーカー。ここオレンジ。え、きっしょ、何言っとねん。いや、オレンジ、ここ大宮ですよ。は？大宮？嘘つくな、うちは東京ばい。めっちゃ間違えてる。ここ大宮、埼玉、東京ですらない。え、どういうことどういうこと。配信見てびっくりした。後ろの家具とかめっちゃ俺の家に似てるなって思ったら、やっぱ俺の家で配信してるじゃん。あー、だからいつもと部屋の感じがあるか。あ、これ徳ちゃん家間違えてるってこと。いや、ここうちやね。うちのポスターあるやろ。いや、それ俺のめっちゃファンなんで、俺が飾ってるやつ。あ、めっちゃファンなんだ。まあ、確かに自分の部屋に自分のポスター飾るタイプじゃないけどな、徳ちゃんは。家主だったら鍵持っとるやろ。違うって、うっかり鍵忘れて家出ちゃって、ここ俺ん家だから。だから徳ちゃん入れたんだ。玄関の鍵開けて。で、徳ちゃん内側から鍵ちゃんと閉めたんだ。何言っとっと。徳ちゃん酔いすぎて状況が把握できてない。何つべこべ言いよっとね。警察に通報するとよ。と、117は時報だよ。周りちゃんと見て、家具とか部屋の雰囲気で違う家だってわかるでしょ。え、本当だ。よく見たらここ私が知ってる家じゃない。ああ、やっと気づいた。もしかしてあんた。そう、ここの家主。内装ごと変えてくるタイプのストーカーとね。どんなストーカーだよ。何、内装ごと変えてくるタイプって。待ってください。じゃあ空調のリモコン、ベッド横のテーブル見てきて。そこにあるから。は？本当だ、あった。ほら、俺の家だからわかるんですよ。俺がそこに置いたから。これはさすがに気づくよね。もしかして私の家すでに入ったことあると。勘違いが止まらないな。じゃあガス代の請求書見て。俺の名前だから。え、
あ、本当だ。え、ここもしかして本当にあなたの家？そうです。あったな、徳ちゃんが酔っ払ってファンの家に入っちゃってた事故回ね。これは結構やばいことしちゃってるかもね。この配信最近見返したんですけど、酔っ払って人に迷惑をかけるなんて最低だと改めて反省しました。お騒がせしてしまって申し訳ありませんでした。うん、噛んだけどね。あ、まあ確かに、まあこれはそうだね。まあ相手がすごいファンの人でいい人だったから結局丸く収まったけど、これは普通に反省しないとか。なので今後当分お酒は断ちます。お酒やめるんだ、気合入ってるな。ん？本当？みんな優しすぎるよ。いや、酔っ払ってるとこ見たいだけだろ。ちゅ、可愛くてごめん。